月5食の国力差ってどれくらいなの？三国パワーバランスを考察。三国志というからには三国が存在してこそでしょう。かつて諸葛亮は天下三分の計を唱えました。天下を三つの勢力に等分することでパワーバランスを保ち、大きすぎる国力が突出しないようにして、その考えは劉備を天下に名乗りを上げられるだけの人物にしたことでしょう。しかし天下は果たして本当に三分されていたでしょうか？今回は魏呉蜀の国力差について話したいと思います。天下三分の計。天下三分の計とは諸葛亮が劉備に対して説いた計略であり、天下に名乗りを上げるための作戦です。これはその名の通り、三勢力が定立し均衡を保つことを目的としています。当時曹操という一大勢力と言っても良い存在がいました。この勢力権威と争うのは不可能であり、まともに正面から争うのは不可能と言っても良いでしょう。だからこそ勢力を3つ作ることで1つだけが敵にならないようにするのです。1つが1つと争うと、もう1つが背後に回る可能性があるからこそ容易に戦えなくなる。当時まだまだ力のなかった劉備を敗北させないために、力をつけさせるために諸葛亮が考えた計略です。最終目的。ただ天下三分の計はただ均衡を保つことが目的ではありません。最終的な目的はあくまで天下統一です。これを勘違いしていると、天下三分の計とか言っているのに、なんでお互いに戦っているんだとなってしまいますから、そこははっきりしておきましょう。あくまで当時一大勢力であった曹操をこれ以上力をつけさせないように、その勢力が一国に集中攻撃してこないように生き残っていくための政策であると考えて、その先の天下統一は諸葛亮も考えに入れていたと思います。時代における強み。さてでは実際に天下は三分されていたのか。三国志を地図で見ると、確かに土地面積では三分されているようなないような微妙ですが、まあされていると言っても良いでしょう。しかし三国のパワーバランスはこれだけで考えられるでしょうか？そう、この時代の国力はどこで測るべきか、いろいろな要因があるでしょうが、筆者はこの時代の力は何よりも人であると考えます。人がいるからこそ人材があり、食料が生産でき、兵士を集め国が成り立つからです。何よりも育てるための時間が非常にかかることを考えると、人一人はかけがえのない国の財産であると言えるでしょう。魏呉蜀の人口差。ではこの時代における人口をざっくりと見ていきましょう。魏約400万、呉約230万、蜀約94万。これは魏は260年代、そして呉と蜀は滅亡時の人口です。数字にすると分かりますが、魏の数が一番多く、そして蜀の人口が最も少なく、魏からすれば4分の1程度の人口しかいなかったのです。あくまで人口だけですが、とても天下三分とは言えない差が生まれていることがお分かりいただけるでしょうか。どうして差が生まれた？ではどうしてここまで差が生まれたのでしょうか。その理由の一つに蜀という土地があると思います。人が住むにはまず家が必要で、住む場所が必要です。そしてそれを養うだけの食料生産が必要になります。つまり土地がいる。そして蜀の土地、地図で見ると山間部だらけで、人が住み養えるだけの土地は少なかったのではないかと思われます。また交通の便も不便でしょうから、そういった面も含めて人口の差が生まれたのではないかと推測できます。大きな敗北。もう一つ、筆者はこちらも大きな理由ではないかと思っているのですが、蜀の医療の戦いです。この蜀の敗北についてどれだけの被害かわかるのは呉の記録でしかないのですが、数万の被害が蜀に出たとあります。人口のすべてが軍人ではありません。それを管理する人たち、支える人たちがいます。その軍人たちが一挙に失われ、その補充をしなければならない。育成にも時間と費用がかかる。これらを考えると、これは人だけでなく大きな国力の減退を招いていると言っても良いでしょう。均衡はどこまで取れていたか。では魏、呉、蜀、この三国の均衡はどこまで取れていたのでしょうか。筆者の考えで言えば6、3、1くらいのパワーバランスの印象です。
そしてこのパワーバランス、赤壁の戦いの時点ですでに出来上がっていたと思います。それは曹操が赤壁の戦いでの敗北を期してからも復帰できたからです。復帰するには人材が、戦力が、国力がどれほど残っているかが重要です。大きな敗北を期してなお立ち上がれるだけの力があるかどうか、その時点でパワーバランスはすでに消していたのではないかと思います。だからこそ曹操は武人であり政治家でもあるなぁと感服せずにはいられないのですよね。三国志ライター千の独り言。今回は改めて三国の国力差を前にして、やはり魏、そして曹操の凄さを再確認しました。劉備も何度も立ち上がってきた印象がありますが、曹操もまた何度も困難から立ち上がってきた。そしておそらく孫権もでしょう。しかし立ち上がるには力が必要です。そしてその力とは個人ではなく、すでに国の力でもあるのだと三国志は教えてくれる存在だと思いましたね。